かっこいい。はい、かっこいいです。あ、じゃあ顔かっこいいです。わかるよね。性格かっこいいです。こんな状態で大丈夫？なんか目が踊ってるけど。泳いでる。踊ってた、こうやって踊ってた、こうやって泳いでなかった、こうやって踊ってた。あれ、なんでバイト始めることになったの？先生に誘われた先生に頼まれました。でさ、もうバイト始めて1年半ぐらいだったんだけど、してる？はい。よく辞めない理由、意外と辞めようとかなかった？辞めない理由は、辞めない理由というか、辞める理由がないです。ああ、なるほど。ああ、なるほど。あ、俺はこのままでいいんだ。確かに。え、もうちょっと行ってもいいぐらいなの？ああ、付き合ってください。あ、無理です。俺はさ、土足で人の心に入ってくるってよく言われるじゃん。最初から。もうちょっと距離詰めるのがさ、こうじゃなくて、こう来るから。あ、はい。こう来るから。付き合ってください。無理です。付き合うのは無理だ。付き合うのは無理だ。前だったらいろんな出会いがあるもんね。結婚してください。無理です。大村君もちょっと笑ってるし。だってさ、あいつ、高生、下のクラスの高生、水色の。あいつ、俺の話が面白いからっていう理由で通ってるらしい。すごい。なんで？めっちゃ混ざりたそうにして。あのカメラ越しに見るこの動じないせいやさん、やばいっすよ。もうあのやばい。だからさすがせいや、うん、そうだから俺のポチがさ、もういなくなったのよ。魂しか残ってないのよ。こいつ俺の魂だから。俺の魂でポチが東京に去年行っちゃったから、ポチの枠が空いてるのよ。で、宗教的に俺のこと尊敬するやつを置かなきゃいけないから、ポチになる。なります。でも、あれ、俺のポチ本当にやばいくらい俺のこと宗教的に考えてるよ。神様なの。礼拝とかされてます？毎日礼拝とかされてます？だって俺は受けるから、祈れば受けるのよ。やばいな。で、なんだっけ、住吉道場の少年部の指導員のリナちゃんでした。リホです。本当お前、本当お前間違いなくて、本当だね、ダメだね。